福島県が負担し、少なくとも2ヶ月から3ヶ月は滞在できるということで、その後は仮設住宅などに移転するということです。ちょっと気分転換になっていいじゃないですか。人もあるしね、ゆっくり休めたりできそうでしょうかね。